俺人がやってるの見てる方が好きだからいいや。と答えそうなやつっぽい名前。坂本匠君。ふおこれおぎだよね。本当は俺だけどね。本当なの。俺見てる方が好きだから。俺のゲームを見てるのが好きだった大好きなんだよ。やんない派だからね。えラジオネーム、神頼みの放尿。教習所で怒ることはまず。 え、怒ることは、まずないと評判のベテラン女性インストラクターっぽい名前。森本幸恵さん。幸恵さんってのはそっかな。確かに怒らなそうな感じかな。幸恵は怒るけどね。幸何幸恵。幸恵ね。幸恵は怒るんだけど。幸恵は怒るけどね。ラジオネーム。 えー、三橋ファミリーランド。サザエさんマニアの間ではよく知られている、うん、漫画版のサザエさんにしか存在しなっぽい珍しいサザエさんの会。うん、サザエさん一家が一人も登場しない。なるほど。いいね、それは<ー>、うんえー。ラジオネーム、赤高。トキオが番組の企画で最終的に 作りそうなもの。古墳。<laughs> 古墳。ね、そんなのあるか古墳を作るって。<ー>ラジオネーム、週末美容師。ここは青森県陸津市。下北半島に位置し、陸、うん、陸む,<つ>む、む、うん、あ、これ、これが陸津 <laughs> あ、これがむつむつ。それがむつです。これで、これがむつっていうのね。むつです、ね、つ湾でいいのはい。むつ湾と、うん、えー、津軽海峡に面する本州最北端の町である人口が減少傾向にあるこの町で、夜になると、えー、赤、ちょちんの小さな明かりが目印のスナックがある。うん、黒塗りで、 金のドアノブの少し重い扉をギリギリと音を立てて弾くと薄暗い店内からママのいらっしゃいという酒やけした低い声に歓迎され席に着く。ママお手製のお通しが賛否。うんえー、どれも美味しく、えー、どこか懐かしい味にした厚みを打ち、ビールがついつい進んでしまう。うん、常連さんの会話に聞き耳を立ててつつ、うん、聞き、えー 常連さんの会話に危味を立てつつ飲むビールもまたうまい。うん。酔いもいい感じに回って、気分も良くなってきたところでお勘定し、店を出たら泊まっていそうなタクシー会社っぽい名前。ああ、そっちね。なんだ、そっちか。はい。吉野タクシー。いるね、なんか。吉野タクシーっている。そうね。地方はそうね。そうなんだよ。 えー、横浜、あ、えー、っと、ラジオネームフリーズムーン長原。うん、スピードワゴン小沢がいつも通り甘いセリフを吐いた後、うん、関根さんがコメントしたことがある、えー、関根さんがコメントしたことがあるっぽいセリフ。うん、でも同じことをティーボランが歌ってみたら、ミリオンになったかあ、ミリオンに言ってたかもね。<laughs> <laughs> う理由だったけどね。ねえー、同じことを t ランが歌ってたらメディアン言ってたかもね。うん。いそういそう。確かに言いそうだな。うん。うん、ラジオでモオーシャン。ええー、マールの運動会を見に行った小木が、目撃してラジオで話しそうな出来事。うん。ドローンで子供を撮影しよ親がいた。ああ。面白いな。ドローン。ー <laughs> いるのかな。なんか、 ああ、いい。あり<ー>そう。いてもおかしくなさそう。そうだね。来週運動会なんだよな。うん、見てみる。楽しみだね、ちょっと。えー、フリーズム長原。ラジオネームフリーズム長原。おぎやぎの言う悪い概念君のことを精神医学で言った時の正式名称っぽい呼び名。うん、ゴルゴルガー、ゴルガー。 <laughs> ねえよそのの、そんな。僕ねえよ、全然。ゴルゴルガー、ゴルガーってなんだよ。<laughs> 全然僕ないよ、これね,ね。全然僕な、ね、い。<う> <laughs> ラジオネーム、たルき本ンガの子。小木さん誕生から月日は流れ、時は1995年、うん、高校、えー、就職を経て、小木は決結成。ちょうどその時、世界の裏側で起きていたっぽいこと。世界一の天才は、とぼとぼ歩くのラインとすれ違う。 水溜まりに映る自分を見て、ふと我に帰り何かに気づく。世界一の天才は、俺は犬なんかじゃない。人間さ。と鼻で笑い、人間のふりして家に帰る。うん、尻尾を振りながら。うんだ最後。の <laughs> <laughs> だろう、最後。何だろう。本当なんかもうすごい文章を書いてくれてね はい、ということで、今度は何かっぽい名前を思いついたら送ってください。宛先は郵便番号 107-8066TBS ラジオ、木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキ、君の名はの係メールの場合はメガネアットマーク TBS.CO.JP でーす。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキ メガネーーさあ今日ね、はい、募集したメール何でもいいと言いましたんで、はい、メールよ読んでいきます。うん、おもてなしを小木さん八木さん小物店さんこんばんは。うん、えー、昨日六本木ヒルズアリーナで行われたカリスマドットコムのライブを見に来ました。さすが八木さんが見つけただけあって、うん、会場は大盛り上がりでした。うん、クソめんな私はうまく手を挙げて踊ることができませんでしたが、うん、何人かはそういう人もいたので。 居心地は悪くありませんでした。うん、音楽に合わせて素直に体が動き出すようになったらまたライブに行ってみようと思います。うん、ええー、カリスマドットコムのライブあったんだ。本気でやってたんだ。確か見てみたいよね。見たい。と。ね<ー>いいよね。あの二人は。かっこいいよ。<ー>う,んうん。いいね,ねえー、えー、茨城県居酒屋店主、小木あきさん、コムテンさん、こんばんは。僕はゴールデンウィークずっと仕事だったんですが、 ゴールデンウィーク中に来た女のお客さんが、男について討論していました。うん、年収600万以上じゃなきゃ絶対結婚しない。うん、甘えさせてくれる男じゃなきゃ嫌だ。うん、結婚したら仕事したくないとか、こんな女本当にいるんですかね。うん、ちなみにブスでしたこん。をどうん。んまあまあ、さ、希望はね、そうなんだよ、ね。しょうがない。それは言うんじゃないの言って、それはだって最初はさ、 うん、あのー、はい、ね童貞のそれこそ、奴だってさ、うんうん、おっぱいが大きくて性格が上くて、可愛い子、ね、と付き合いたいって言ってて実際付き合う子は違うんだから、同じこと男の方がそういうの言うんじゃないの、うん、実際問題。希望だから、うん、そうただ好きになった人は600万じゃなかった。 な、なくたとしたって、結婚するんだからね。そう。うん。そういうもんですよ。希望を言ってるだけですから。うん。希望なのに。希望なのに低いよね、なんかね。それいや違う、希望なのに、下を言う必要はないじゃん。わざわざ。まあ、下はね。その、わざわざさ。あの。そうなんだよ。いや、600万そんな低くないんだよ、今じゃ。そうなのあの、もう今じゃその、あれはない。水をちゃんと超えてる人。参考みたいな。 三、なんだっけ三千万なんとかとかなんかあるよね。うん。うん、もう今その感じだ。うん。でもいいよ。それこまでの、だって、もっと言うでしょ、普通は、上を。だから、まだちょっと、謙虚だよね、まだ。謙虚の方だよね。うん、うん。ラジオね、ボラは来てても心は二心。嫁がなかなかセックスしてくれません。うん。三日に一回ぐらいしたいのに、せいぜい月にです。うん。世の中何か間違ってる。うん。えー、<laughs> 何磯野さん、松井さん、可愛い森尾由美さんには出せない不満を、え、メガネ引きん出した。やっぱね、朝うん。そりゃそうだよ。遅くはきた。うん。なるほど。ええ、いいじゃん。一回か。え、せいぜい月二回だから、二週間に一回。うん、じゃあ、ね三日に一回ぐらいしたいんだ。 ねえ、うん、疲れてないのかね、じゃあ、男性的には。一、うん。日に一回したいっていうのは。うん。<え>でも一気に二回やらせてくれるんでしょいいじゃない。うん、すごいよね。うん、十分、十分だと思うよ、そんなの。